はいえー、ご紹介にあと,あとあの先ほどの麻生さんとが副センター長をされております、えー、と酸素系の人工知能研究センターの方にあのジョイントアポイントメントという形で、えー、所属させていただいています。 えとまあ、昨年参加させていただいて、まあ、大変面白かったんですが、まあ、正直2回目があると思ってませんで、ね、<laughs> どういうネタをしゃべったもんかと、えー、ちょっと、まあ、あの昨年参加されてない方もいっぱいいるんだとは思うんですがちょっと昨年とは差分を意識しましょう少し違ったことをしゃべりたいというふうに思いました、えー、とはいっても今回公開されるということもありますのであんまり新しいネタも入れられないなかなか工夫がいるところだったんですけども、えー、と去年まあ こういういロボットのデモの例をさ見せて、えー、いただきまして、まあ、あのいわゆるディープラーニングというものと、えー、ロボットというものが、まあえー、応用できますよという話から、えーまあ、じゃあその中から内部リプレゼンテーションシンボリックの話というのはどういうふうにつながってくるのかみたいなお話をしたんですけれど、えーまあ、ちょっと、えー、今日の話とちょっとその記号シンボルまでちょっといかないその手前の話かなと思ってますもううちょっととと、えー、環境を見るというところのの視点の話です。 でちなみに全く余談ですが先ほど、えー、山川さんの話に出てきた表現工学というのは実際今私が所属している学科の名前でございまして表現工学科といいう名前についていますここでの表現工学の気持ちは、まあ、メディアとかを含めたようなコンピューターグラフィックスだとかそういうところの表現なんですがただ私の気持ちはまさにあの山川さんの話にだいぶ近いというかなんていうんでしょうね僕ら人間が一体何をもって表現とするのかっていうところがやっぱり興味深い。 いろいろなものがあるんだけれど、それは表現というのは一体何なんだっていうことを本当に考えたら、それは結局記号の話だよね。何をもって僕らそれをシンボルだと思えてるんだろうかっていう話になるんじゃないかと思って自分はやってます。はい えとで去年との差分ということでちょっとまず、えー、この読み、まあの題に入る手前にちょっと、えー、どんロボットやっぱあの私ロボットなので <laughs>、えー、ロボット的なお話を最初にさせていただこうと思うんですけど、えー、あのあとですね、まあ、いろろなデモをやりまして、えーっとまあ、ちょっといくつか、えー、企業さんとの共同研究をご紹介しながら、えーっとまあ、ディープラーニングというまあ 単にディープラーニングを単にロボットに入れたという話じゃないんだということを後半で言うわけですけど、あのえー、どんなデモをやっているかというのをちょっとご紹介しようと思います。えー、これは下木さんとやったデモでございまして、えー、先ほどちょっとお見せしました GTC、NVIDIA のカンファレンスで実際のデモとして、えー、見せたものです。えーとまあ、ここでのポイントはその、えー、まさに、えー まあ、生成モデルの学習、まあ、僕は「予測」って言い方をしてますが、えー、とディープラーニングを、まあ成績予測系として利用するということを入れることで、まあえー、行動を生、ま、成、あ、させようその時に、まあ、前進行動をさせようと思ったんですね。えっ、ー、と、まあ、ピッキングとかドア開けとかで単一の動作をするということはまあ当然すで、まあ、にやられているわけなんですけどそうではなくてえっ、ー、とドア,にアプローチして開けて通り抜けるという一連の作業を、まあ、ディープラーニングだけでやる、えー、あえてですね あの従来のロボティクスを入れてもいいんだけど、えー、あえてこだわりで、えー、全部ニューラルネットワークだけでやろうということを考えました。えー、で、まああの実際にやり方としては複数のディープラーニングが強調するような仕組みになってます。えー、まあ、えー、ご存知の方もいると思いますがミキチャーブエキスパートの先生ですね。えー、とアプローチをするためのディープラーニング、ドアを開けるディープラーニング、そして通り抜けるディープラーニングがそれぞれ、えー、それぞれの簡単なまあテストデータ学習データについて学習するとこうやって強調して て動くようになりますよという事例でございます。えっ、ー、とまあそれなりのスピードで動く。 えー、人が見ててじっと待ってなきゃいけないということはないというレベルで、えー、普通に動いてくれます、えー。いろんな場所からスタートさせたりとかして遊べるわけなんですけど、えっ、ー、と、面白いのは、えっ、ー、と、まあ、先ほどそれぞれの近づくだとか開けるだとか通り抜けるはバラバラに教えたと言いましたけど、まあ、これ近づきながら手が上がるというモーションが出てきます。えー、要は、まあ、それぞれの、えー、リプラニン,ングモデルが強調するということを、えー、やっているわけですね。 で、その時のポイントになっているのが予測でございます。えっ、ー、と、要は、ま、ここに早期画像と書いてありますけど、要はこれは自分の行為によって身の前の状態がどのようにか、まあ、身体も全部予測しているわけですが、えー、感覚運動系としてどう変化するのかというのを生成し、積極的に予測する中で、それぞれのモジュールが、自分が予測が、まあ、当たり具合というんですかね、それに応じて、ま、そのモジュールが切り替わるという発想でやっています。 えドアの、えー、スタート位置もしくはドアノブの位置も当然、まあ、到着位置変わっちゃうんでずれるわけですけど、えー、それに応じて、まあ、自然に動くということができます。でポイントはですね、まあ、学習でやってますから、えー、と早いと例えば丸ノブを足したいというと丸ノブの部分ドアを開けるというところについて丸ノブを足してあげれば丸ノブに対応できます。で日立の人にこう押して抜けるばっかりやったら簡単じゃないですかって言ったら次の日ぐらいにこう引くっていうのをやってきてくれまして。えー、と要はですねその 全て学習系ですから、えー、非常にその今までのまあロボット、まあ、ここロボットの関係者がどのくらいでしたか分かりませんが通常はそのロボットのモデリング環境のモデリング物体のモデリングをしなければいけない。 物理モデルであり、可能であれば 3D の CAD モデルがあった方がいいとかいうレベルですね。えー、動作制御をどうするのか、ビジョンの認識をどうするのか、そのシーケンスの組み合わせ、不全のルールをどうするのか、エラーに対してどうするのかというのを一生懸命、まあ、実機調整も含めて一生懸命やるわけですが、えー、実機を用いて直接ティーチングをするわけですから、えー、といわゆるまあプログラムと呼ぶのかどうかはあれですけど、えー、まあ数日レベルでできるようになるよという一例でございます。で 今のはちょっとデモに偏ってるんですけどもうちょっとその企業さんとの組み方ということですから、まあ、売り物に近いことをやろうということで、えー、これはデンソーウェーブさんでここエクサビザーズという会社実は言うとあのタイトルにもちょっと入れたんですが、えー、と私が今技術顧問をやってる会社でございまして、えー、先ほどの,その予測深層学習を使った予測学習をまあこういうのに展開してもらっているところですでちょっと、えーまあ、この事例を直接見せちゃった方がいいと思いますがこれも地味なタスクなんですが、えー、とコ,ナのコナを測る まあすぐできそうな話だと最初僕は聞いたとき思ったんですが、結構実は難しいんですね。特にコナの状態によるというのがあります。えっ、ー、と湿気なんかがある、あこれはわざと人がですねコをこう位置をずらすわけですね。で邪魔をしてちゃんとこの子は粉を見てますよということを見させています。えっ、ー、とこういうのをまあきれいに測って入れましょうというときに、まあ、当然湿気とかで固まってボコッと怒っちゃったりとかするわけです。えー、そうするとそのまあ上路でスラっと行くような簡単な話になかなかならない。 えー、そういうことを考えると,、えー、とこの子実を言うと、えーえーまあ、入れすぎたりするんですけどこのあとちょっと、えー、それもちゃんとエラーリカバリーをするということも含めて、えー、とプログラムをするというか、えー、と全部、えー、学習でやるということができています。ここれもル、まあ、ルールで書こうと思えば でも相当,か相当長いシーケンスを書くことになると思うんですけど、えー、できなくはないんですが非常に厳しいでそれをまああの純粋に学習だけでやっていきましょうということをやっていたりしますちょっと長いですねこれが多分行き過ぎたシーンで,で、えー、とそれを取り直して、えー、もう一回入れ直すというようなことをやってます、まあ、エラーリカバリーなわけですけどもつまり最初からモデルが100%当たるとは限らないわけですね えー、学習したから事前モデルは常にパーフェクトになるわけではなくてというかパーフェクトな最適化された事前モデルを獲得できるという方がそもそも無茶な話でむしろやってる時には常にエラーが起こるわけですでエラーが起こった時にそのエラーを自分の中で意識して行動っていうのを変えていくっていう、まあ、これはもう実は言うとそういうモーションとして入っちゃってるんでちょっと面白くはないんですがでもそういうことをまあ意識することは非常に重要だという話ですちょっとあとで見たようなコンセプトを出しますで、まあえー 新しいネタで、えっ、ー、と、えー、つい最近、えー、今度は、えっ、ー、と、体制建設さんと、今度は液体なんですが、液体を入れるっていうのは、これも、あの、ロボットの研究者の方、意外と、あの、あるっていうのを知っている人もいるかもしれないですが、意外と難しいタスクになります。あの、その、ボトルに入っている量であるとか、もしくは、粘性が異なるであるとかいう場合に、それをきれいに計量するということは、なかなか難しいわけですね。えー、それを、まあ、機械学習で、今の、まあ、枠組みでやってみましょうということをやりました。 でえー、と基本的には先ほどの久立さんとも似てるわけですけど人がまあ最初にティーチングをするんですけど、えー、人がティーチングをしてるときにはまあ精度はどうしてもプラマイ3%からいずれてしまう、えー、それをですね、えー、夜中に自立学習させます、えー、ここはちょっとどんくらいしゃべっていいのかわからないからまあちょっと飛ばしますけど、まあ、でも今日調べる見ませんしもちろん教科学習ではないので報酬関数見れません勝手にやってくれます、えー、そうすると2日ぐらい経つと、えー、プラマイレートーつまり教えた 教えた親の方が今日来てらっしゃいますがあのその方の,あの、まあ、ティーチングの生徒を超えるということが実現できる、えー、こういうふうにですねその、まあ、ロボットを、まあ、どういうふうに動かすかという時の動かし方ですねその、えー、モデリングであるとか学習であるとか制御であるとかいうことが、えー、とまさに生成系のモデルとくっつくことによってすごく変わってきてるんだよということであります。あ、あそうかビデオがあるんでした、えー、ついこの前、えーアーク 暗い映像ですね。ああ、いいのか大丈夫ですね。えっ、ー、と展示会面忘れた大阪だったと思うんですが、えっ、ー、とそれで展示をしていただいたものです。で、これは全部ディープラーニングではないです。えっ、ー、と一部のモーションが作り込みではあるんですが、えっ、ー、とまあ、ややはり予測系、どういうふうな継ぎ方をするとどうなるかということは学習しているということになります。さっきのフルという作業によって、ま両、あ、年生といった違いた、まあ。もちろん未学習のものも含みます、えー、そういったものもいけますし。 えー、先ほど聞いた話だと、サラサラのコーナーとかだったら、それもいけるそうです、えー。そういう意味では、あの、非常に、えー、実用化にだいぶ近いというふうに、えー、言っていただいているものであります。さて、で、これはですね、まあ、わかりやすく。お話をしています。<laughs> 要するに、えっ、ー、と、入れることによって、どういう効果が出てくるのか、実際に皆さんが、まあ、使えるようなインパクトとして出てくるということがあるはず。なんですが、今日の、今回のこの会議の趣旨からいくと、まあ、これは。イフサンプル。 ととといううことになるだろうと思ってますで僕がまあこういうことをやり始めたのはこの本当に23年のことなんですが、えー、そのバックグラウンドとして一番20年以上やってきた研究っていうのはこっちでございまして、えーとまあ、あの私の後これから国生先生がお話になりますが、えー、まさに、えー、さっき谷さんの名前も出てましたけどこういう方々の影響をもろに受けてずっと研究をやってきた人間でございます。えー、つまり 僕らが身体を持って環境に関わりそれを見るということは一体何なんだろうかそれが本当に知能とかもしくはそこから獲得されるシンボルであるとかそういうのを考える上の原型になるはずだよねということがそもそもの興味なんですね。そのためにはもちろんダイナミカルモデルとしての神経回路ダイナミカルモデルとしての身体そしてそのダイナミカルな実体としての世界というのが両方いるんだと。そういうよういよな視点の中で、まあ 僕そのロボットというものを使うことによって、まあ、このシミュレーションするとかいうのでも、まあ、ありはありなんですけど、まあ、いずれにしてもこういう人間のような身体を与えたフィジカルなものが、まあ、この構造を生成するという事実が、えー、その理論的なものに対して僕らの、まあ、まあ,ある種感情移入なのかもしれないけど僕らの行動としての解釈を与えるということがあるんだと思っています。えー、先の計算論的精神学なんていう分野も 立ち上がってきて、ま、いわゆる、シミュレーションやロボットのようなものを使って、ま、え、単に、ま、え、統計的な優位という以上に、それを予測し生成するというモデルの、ま、重要さということが、語られつつあるということであります。もう先ほど麻生さんからいろんな話がありましたけど、まさにそういったところの中に予測があり、そして、ま、え、ジェネラルギーの理論がありということがあるわけです。で、実をと、先ほどお見せしていた、日立のロボットも、テンソンのロボットも、そして大成さんのロボットも。 ベースのコンセプトはこういうところにあります。むやみに入れてただマップを取ったというわけではないんです。そこはちょっと改めて言いたいことなんですけども。で、今日のお話なんですが、まあその予測なんだっていう話をしてるんですが、ちょっと古めのお話になり一部の方は知ってる可能性もあるんですが、最近しゃべってなかったのでちょっと。 えと松尾さんは1回と2回という言い方をされましたが、えーまあこ,ううえー、こういうトピックというのを、まあ、随分、えー、長くやっております。えー、いわゆる、えー、感覚運動系から上がってくる、まあ、ダイナミックな、えーまあ、構造化されていない非常に速い、まあ、構造というものが、えー、神経回路の中に、まあ、入るときに構造化される。まあ ある種、えーえー、空間的、まあ、自由度的な拘束、もしくは時間的な拘束が与えられることによって、抽象化されていくわけですね、えー、そういったことをやらせようというとき、えー、の、とってもとってもプリミティブな、ディープラーニングでずっと、えー、これは使ってません、ディープラーニングの前の研究でございますが、えー、ちっちゃい、このロボットがですね、もういきなりすごい、えー、小さい話になるんですけど、このロボットがですね、えー、こ,のロボットがこの青いボールを右に行ったり、左に行ったりとかいうのを動かしたとき、それを当てるっていう。 が学習すすするんですそんででそだけです、えー、こういうのを見た時きねすごいちっちゃいトイモデルでとか言われるわけですけど、えー、でも繰り返しますこれがさっきの人たちのロボットのベースもあるわけですそういうことはちょっと意識していただきたい。でと まあ、僕らが使っているのは、えー、と神経回路にずっとこだわっているわけですけども、えーとまあ、生成モデルとしてのリカネントニューラルネットワークというモデルでございます。ちょっとその詳細をここで説明する時間はないと思っていますが、えー、ポイントはその、えー、タイムスケールを複数に持っているという視点です。 えー、僕らスローダイナミクスとファーストダイナミクスって言い方をしてましたけど今ロングタームとかショートタームとか予報がなんか響きがいいとか分かりやすいのかもしれませんがいずれにしても各ニューロンが情報を長く保持する早くまあ放棄するそういうな、まあ、複数のダイナミクスが一つの神経回路の中に入っているというのがポイントになるだろうと。で我々の場合はまあこのファーストがまあローレベルにありスローの方がまあ上にあるんだと。 そこで下から入ってくるセンサーの運動感覚の情報というものと上からくるトップダウンの予測というものがぶつかり合うところにこういう感じですね。でポイントになるのはその予測値というだけではなくてその予測を行う時のバリアンスという言い方をしてますけどもその予測がどれだけ精度が 自分なりに、まあ、自信があるって言い方はあれですけども、えー、そこのか,かってる分散を同時に予測するような機構を入れるというのを、まあ、ずっとやってきています、まあ、このアイディア実は言うと、まあ、最近ディープランニングのコンテストに似たようなものは出てきてはいるんですけど、えー、僕らはまあストーカスティックなマルチポン、えーえー、リカレントネットであるという言い方をしていますで例えばこのロボットが学習したときに実は言うと、えー、あるパラメータをチューニングすることによって、えー 非常にトップダウンが強いい子ととうのとつまり予測がものすごく強い子と思い込みが強いと言ってもいいんですけどえ非常にそこら辺の弱い子っていうんですかね分けられるんです。えー、で例えば、まあ、それをちょっと見づらいんですがお見せしますが、えっと、これはですねトップダウンがとっても強い自分の予測にずっと自信を持ってるっていうです。えっとまあ、これは感覚運動の線でこれがまあバリアーサーローって言ってますけどつまり分散ずっとちっちゃいつまり自分は 最初から始まった時から未来を全部読み切れると思って動いてるんですね。なので分散が高くなる瞬間がないっていうのがお分かりいただけると思います。で分散が高くなる瞬間がないけれど、向こうのロボットは実は、まあランダムではないんですけど、でもまあとても全部神経回路で学習できるようなあの複雑さではない、結構複雑な動きをしているわけです。そうするとどうしても予測が当たらないというエラーが出てきて、結果的にぶつかっちゃったりとかするっていうことが起こります。えー、それに比べてこの子はすごく弱い子で、 えとこの低くなってる瞬間っていうのはこう一瞬ロボットが向こうが動き出してしまえば動き出してしまえば右行くってわかるので、えー、そこは下がるわけですけど次に右に行くか左に行くかわかんないぞっていう瞬間にこうふッフと分散が上がってるのがわかりたいただけると思います。ここで一瞬こう地震がなくなくるわけですねで、えー、と予測のエラーも一瞬上がるんだけどその自信がなくなってるということを使ってここでこのコードがパッシブになる。 えー、つまりトップダウン的に予測で動いちゃうのではなくて向こうの自動,自動的な反応というのはすごくここの瞬間で強く出ることによって、まあ、比較的うまく動くわけです。ただこれはその非常にリアクティブな予測がまあ一瞬弱くなるでここのバランスって本来すごく決めるのは難しいわけなんです、ね。 予測ででいけるのは全部いきたいんです、ね、なるべく実は言と、えー、全部よすあの当たってる自分としては信じれるようにやりたいとでここに自信がないというよりはむしろ自信があるところにふっとくるエラーっていうのをどう受け止めるのかっていうことが実は言とかなり難しいというか重要な問題だと思っている。で、えー、ここでは、えーとまあ、どういうフレームを考僕らのグループはずっと長い間使っているのはこの、まあ、ERS と呼んでますがエラーリグレッション。つまり誤差は来る。 で、誤差に対応しなきゃいけないときに、通常は事前モデルを変えなきゃいけない。学習しなきゃいけなくなっちゃうんですけど、学習している場合じゃないとすると。しかも、それ最適なモデルがそもそもそんな存在しないっていう可能性もあるわけですね。そうするときに、その全てを学習しちゃうんだろうかっていうと、まあ、それはなかなかできないわけです。その場で一瞬ごまかしたような、その場の非常に切な的なモデルの改変、を受け止め方をする必要が出てくるんです。えそれを、まあ、ここではエラー・リグレッションという言い方をしています。 つまり先ほどのこれ、えー、と同じグラフです、えー、とそういうのはない子が、まあ、普通にやるともうそのトップダウンが強すぎてエラーばっかなんだけどこの子はほとんどこのバリアンスが変わってないにもかかわらず、えー、なんとか受け止めてますもちろんすごいでかいエラーが来る時があるんですけどそれをなんとか受け止めてるっていうのはどういうことかというとこの短い過去の自分の現在から過去の短い刹那の間にそのエラーを直すように、まあ、短くバックプロップするんですね。 で、バックブロックをしてあげて、ウエイトを変えるんではなくて、神経回路のダイナミクスの状態を変えるコンテキストを変えるわけです。で、そうすると、えっ、ー、と、あたかも、まあモデルは実、自分の予測はそのまんまなんだけど、えっ、ー、と、あたかも自分は初めからこのつもりだったっていうような現象が出てくることになります。まあ、これを見ていくと、これが、えっ、ー、と、上から、下え、したので、これ窓がだんだん動いていきます。が、これは現在ですね。で、これが昔なんですけど、で、この時は自分はこんな風になるんじゃないかって未来を持ってました。 ところがですね、この時にエラーが来ます。実は向こうが嘘をついた。俺が、俺は右だと思ってたので左が来ちゃったっていう時に、えっ、ー、と、その左に合わせて過去のコンテキストを変えちゃうんですね。つまり、えっ、ー、と、自分の今の状態は初めからこういうつもりだったっていうふうに変えてしまう、えー。そうすることによって、えっ、ー、と、現在のエラーというものを受け取って、未来の、未来の状態をこう変えてるというのがお分かりいただけると思います。そうすると、本当はこんなにエラーがあったはずなのに、 えー、終わった後はエラーがなかったことになってしまうっていう現象が出てくるわけです。ごまかしじゃんと思うかもしれませんがこれ人間は僕はすごく頻繁にやってるんだと思ってるんです、まあ。ポストディクションとかいう言葉が現象としては知られていますけれどもあのそうしないと効率が悪いんですよロボットの視点から見ても。つまり毎回毎回学習してモデルを変えるというのはちょっとやってられないわけですね。まあ、変えなくても済む部分というのがあって変えなくて済むのであればその場の刹那的なモデルを作って ごまかすとということができるるのででであれば非常ににうまい対応法になるわけなんです、ね、でもそうすると外から見たら偏築的な行動が起こったように見えなくもない。でこういういわゆるバリアンスをまあ予測するという現象っていうのは、えー、と非常にまあ重要な、えー、ことだとつまり自分の行動予測に対してどれだけ自分が今自信を持ってやっていてその自信がまあ揺らいだり強くなったりするという現象をいろいろと見ています。えーと まあ時間の許す限り少し他の研究もご紹介しようと思うんですがえとこれはですねえさっきのまあ予測をまあこうするのにバリアンスを適切につまりどういう自分の確信はどれだけあるかというのを適切にまあ学習するようにするんだけれどそこに推定エラーが生じたらどうなっちゃうんだじゃあ実際ロボットはどうなっちゃうんだっていう事例です。でまあいわゆるえそこに減少や上昇がまあ意図的に入った時にまあ ある種構造、えー、変化というのが出てくるんじゃなかろうか。まあ、これも論文として、まあ、既に発表しているちょっと最近論文ですけど、えー、しているものですけれども、えー、先ほどの分散予測というものの値の中に、えーまあ、これ実を言うと、えー、時間があればまた載せますけどいろんな神経回路のパラメータを実を言うと微妙にいじくるとこの現象をいろいろ再現できるんですが、えーとまあ、この場合はちょっと意図的にバイアスを加えたりとかしています。えー、そうすると、 いわゆる普通本来やらせたかった行動がこういう人とのインンタラクションです、えー、とボールをまあこうやって自分で一人で遊んでいてで、えー、とで時たま人がこうあのいや持ってきたらまあそれに対対応できますよっていうようなことをやらそうとしてるんですけどこれが大きくなってしまったつまり自分のやってる行動に対して自信が持てなくなるっていう現象が出てくると非常にリアクションが鈍くなってきます。 それから逆に、えっ、ー、と、これは非常に分散値が強、何でしょう、ちっちゃくなっているときですけど、まあ、これはもうある種別の行動にすっ飛んでいっちゃうみたいなことが起こるんですね。すごくつ、まあ、えー、その感覚というもの、世間の感覚というものを受け止めてないっていう感じが見えてきます、えー。いわゆるトップダウンが強すぎるという現象になってくるんですね。で、実際、その、 まあ自閉症の方々をはじめとしていろんなまあ現象があるわけですが、まあこれがえっ、ー、とトップダウンが非常に強くなりすぎるんだっていう説と逆に過敏になってリアクティブになりすぎるんだっていう説とかいろいろあるわけなんですけれど、えっ、ー、とモデルで作るとまあどっちにおいてもまあそれぞれそれなりのまあ症状が出てくるということを確認することができます。もう二分ぐらいだから行けちゃおう。でえっ、ー、と例えばこれをまあ再現する一つの、えー、現象なんです。えっ、ー、とさっきの今足しちゃったのバイアスを足しちゃったあの 不確実性のパラメータを変化させちゃったのを意図的にそう足すんではなくて学習のコンテキストの中で自然に再現できないかということでやったのがこれです。でこれはですねえー、と要はですねこのバイアスニューラルネットワークをご存じの方はよく知っていると思うんですがこのバイアスを普通は学習します。 ただです、ね、ここでその学習でできるるバイアスの値に幅に幅制限を加えるんです非常にバリエーションつまりよく発火するニューロンがあまり発火しないニューロンは本当はバリエーションがいっぱいできるはずなのにそこを狭くしてしまうと全体として発火するもしかしたら全体として発火しないということにもなるかもしれませんがそういうような現象をある程度再現することができます。 そういうことをやってしまうと普通だったらば人と人とがインタラクションができるのにつまり非常に大きい時はこういうふうに普通にインタラクションができるんですけどちゃんと人のことを待って来たら取って送るっていうようなことができるわけなんですけどこれが狭くなってその興奮性抑制性のバランスというのもある方向に偏らせるみたいなことが起こると学習のエラーとしては落ちるんですよ。 学習のエラーとしてはことになってしまうんです、ね、他にもいろんな説明の仕方があるというふうに僕らは思っていてちょっといろいろとチェックをしているところではあるんですけれども、えー、といわゆる神経回路として見た時にはそんなにすごい差を与えなかったとしても、えー、そこが結果的にその予測の不確性というものに影響を与えることによってその環境の受け取り方や行動の生成のされ方が変わることがあるということです。 そのいわゆる、まあ、トップダウンが非常に強くなるつまり予測によって世界の見方自分の行動というものが先に決まるという部分が起これば当然外的入力は無視っていうのが起こるでしょうし自分の中での取いた行動で、えー、エラーに対してもう非常に強いストレスを感じるっていうことが多分起こってくるだろうと思います逆にこの部分がない、えー、トップダウンの抑制が非常にちっちゃい場合には感覚に対して非常にまあ えー、リアクティブになるもしくは自発性みたいなことが起こってくるだろうと、えー、こういったまあ現象というものを、まあえー、ロボットというシステムを使って見ることができるんじゃないかということが自分が本当にやりたいというか好きな <laughs> 研究になります、えー、ただ、えー、とそうは言いつつもですね、えー、とこのモデルが今ディープラーニングという力を借りることによって、まあ、前半にお見せしたようなさまざまなロボットアプリケーションにつながる可能性も同時に出てきている逆に言うとですね先ほどのロボットたちはこういうふうな まああるる種異常を起こすす可能性もあるわけなんです、ね、えー、それはまあもちろん人間のメタファーとして常に考えなくても構わないわけなんですけれども学習をする会会に対して認知をするシステムが持つ、まあ、いろんな学習の仕方の可能性みたいなことにつながってくるんじゃないかなというふうに思っています。はいえー、最後いつも自分の本の宣伝をしておかるんですけど、はい、これで終わりですどうもありがとうございます。